1927年頃の仙台市及び近郊地図。仙台鉄道は地図の上の方。この地図では通り城駅は北田町の西側に記されている。建設前の仙台市電北、仙台線は予定線として点線で示されており、仙台鉄道と交差している。通り場駅、または通町駅は、かつて存在した仙台鉄道の駅である、宮城県仙台市にあった。 正式な読みは不明であり、通り町駅が営業していた、当時の地図では、通り町駅、あるいは、通り茶ゃ駅とのひらがな表記が見られる。現在の仙台市では通り町に表記が統一されており、通り町と読むのが一般的である。通り町駅は1922年10月6日に開業した。この時は、仙台軌道の起点駅だった。しかし、仙台市電の建設がこの駅に、 大きな影響を及ぼすことになった。路面電車である仙台市電は仙台市の中心部に環状線を完成させた後、そこから分岐して四方へ伸びる支線の建設を続けていた。この支線の一つである北仙台線の計画において仙台鉄道と仙台市電の軌道が交差することが問題になった。これについて国は立体交差で北仙台線を建設するように 仙台市へ指示したが、建設費用の問題から、仙台市は仙台鉄道に対して平面交差を申し入れた。最終的には仙台市が費用を負担することを条件に、仙台鉄道の通り町駅から北仙台駅までの区間を廃止するということで両者が合意した。こうした経緯を経て、通り町駅は1937年2月に廃止された。通り町駅のあった場所は、 現在の住所で、宮城県仙台市青葉区通り町にあたる。しかし、通り町駅の詳細な位置については地図によって異なっている。青葉神社通りと包み通りとの間を、それらと並んで南北に通じる北田町を基準にして、通り町駅をその西側に記している地図と東側に記している地図がある。北田町の東側に記している地図では、現在は、 東端が青葉神社通りとなっている北十番町がそのまま東に伸びて、さらに北田町との交差点を越えた先の月あたり付近に通り上駅を記している。他方、北田町の西側に記している地図では北十番町と北田町の交差点の南西角付近に通り上駅を記している。この地域には小川を暗渠化した上に作られた小道が北山五山の一つ。 四福寺の門前付近から包み通りまで東西に通っている。この小道の東端に続いて仙台浅草が東西に通じ宮城県道136号北仙台停車場線を挟んで仙台浅草の東方に仙台鉄道の北仙台駅があった。そのためこの小道の北田町より東側の区間及び仙台浅草が仙台鉄道の廃線跡であり、 通り上駅もこの小道上にあったとする見方があるが、詳細は不明である。仙台鉄道仙台鉄道線、通り上駅北仙台駅、ありがとうございます。